新宿区にある消防博物館で開催されている特別展では、去年都内で起きた災害の東京消防庁の活動記録などが展示されています。また消防艇などの写真にスマートフォンをかざすと、それぞれの活動の様子を動画で見ることができる巨大パネルや、世界の消防車両のミニカーおよそ280台なども並べられました。デジタル画面に火が映し出され、消火活動を体験できるコーナーでは、子どもたちが楽しみながら防災について学んでいました。特別展は入場無料で、今日から来月6日まで行われています。